アンケルさんから株主総会の招集ご通知来ました。はい、昨年と会場が来ます。ま横浜アリーナだそうですが、初めて行き来満々です。なんで行き満々かというと、ここ最近では珍しくえー、本年はご出席の株主様へのお土産展示会を実施します。って書いてあるんですよね？これ珍しいっすよね。本当に貴重です。 まあその会場での特別割引販売はございません。まあはいえー、ご同伴者はご来場いただけます。何卒ご理解をくださいますようお願いします。まあ普通に同伴1名も OK というのは結構いいんですけど、まあ、まあでもこれね難しいところですよね。やっぱり夫婦とかだったらやっぱり、まあ、子供も株は買えるのでもう好きなところの株っていうのはやっぱり 3, 3人で買わなきゃダメですよね。 そうすればみんな入れるよっていうまあこれは一つの大事な戦略ではあるような気もしますよねやっぱり家族みんなで買ってもらえば100株が300株400株になるわけで、うん、まあそれは一つの戦略じゃないかなと思いますただこれ珍しいですよねほんとお土産展示会もこれに誘われてもう行き気満々な気持ちになってますしかもファンケルさんのなんか イメージが良くなったというか個人的にはですねはいまあそうですよねまあよくあまりなね信用感はですもんねラーメン博物館ですよねあ,あしかもね土曜日にやってこれると嬉しいっすよねこれ本当になんに何だろうなこれはうんきっとなんかあれだよなサプリメントとかもよっぽど自信あるだろうしうんやっぱりちょっと行ってこなきゃダメかなこれはうん 直接ねこれお土産ってのはのすごい気になりますよね。まあその分、なんか事業,事業もすごく気になってきたというところです。はい